はい、モノモの研究をしている横山拓正です。今回は今後のですね、私の YouTube チャンネルの運営のことについて少しだけお話をさせてください。前回の動画でも少しお話をさせていただいたんですけれども、実は私今年の6月の中旬から10月の中旬にかけて、またコンゴ民主共和国のワンバで長期の調査をすることになりました。このワンマの長期調査期間中の YouTube の運営の方針について少しだけお話をさせてください。はい、冒頭でも話しましたように、今年の6月の中旬から10月の中旬までコンゴ民主共和国のワンバで、モノモの研究をすることになりました。長期滞在ですね。今回は4ヶ月なんですけども、あまり長期に当てはまらないのかもしれないんですけども、ワンバに約4ヶ月間滞在することになりました。ということはですね、ワンバというのは前回の動画でもお話をしましたように、インターネットの環境がないので YouTube を定期的にアップロードすることができません。申し訳ありませんが、この期間、この4ヶ月の期間中は YouTube の活動をお休みさせていただきたいと思います。ただお休みさせていただくのは、私自身がこのようにボノモの研究についてお話をする動画についてだけお休みをさせてください。このチャンネルでは私自身がボノモの研究について、あるいは霊長類の研究について喋る、このような動画というものも撮っているんですけれども、もう一つ野生のボノボたちの様子を撮影した動画も定期的に毎週アップロードしています。この野生のボノボたちの様子を撮った動画というのは引き続きアップロードしていきたいと思います。ちょっと先月まで頑張って、動画を準備して6月中旬から10月中旬まで、自動的にアップロードできるように、設定をしましたので、引き続き6月から10月ですね、私が渡航している間もボノボたちの動画を見て、このチャンネルを楽しんでいただければ嬉しいです。毎週火曜日にボノボたちの動画をアップロードしていて、講義動画というのは毎週土曜日にアップロードしていたんですけれども、この6月から10月にかけては、火曜日と土曜日両方ともボノボたちの動画をアップロードしていきますので、ぜひお楽しみください。またメンバーシップの動画なんですけれども、こちらは残念ながら自動アップロードというものができないので、私が渡航する前にですね、6月から10月分のメンバーシップの動画っていうのを一気にアップロードしたいと思いますので、そちらをご覧になってお楽しみください。もちろん今回の渡航の中で最新のワンバのボノボたちの様子も動画を撮っていきたいと思いますので、毎週アップロードしているボノボたちの動画に加えてメンバーシップの皆さんに向けて配信していきたいと思いますので、ぜひお楽しみにお待ちください。そして最後にですねなかなかやはり長期間の滞在となると日本での準備も忙しいので、今回のこの動画をもって一旦私自身がこのように話す動画っていうのは休止させていただきたいと思います。まずは6月10月にかけて3年ぶりのボノボたちの調査を楽しく行ってきて、また帰国後にですね、10月の中旬頃の帰国後に YouTube 活動というのを再開させていきたいと思いますので、ぜひお楽しみにお待ちください。